日本関東地方千葉県流山市平和台平和台2号公園平和台は千葉県流山市にある地名。現行行政地名は平和台1丁目から5丁目。郵便番号は2700157。流山市の南部に位置する。流山市の行政上の中心地であり、地域内には1964年から1966年。 および1988年から1991年にかけて平和不動産によって区画整理された地域、1965年から1974年にかけて市によって区画整理された地域があり、全域が住宅街となっている。4丁目や5丁目の東部は高台となっており、主に西部を中心に定地となっている。1丁目に流山市役所。 一丁目に近接して、流鉄流山駅。三丁目に近接して、流鉄平和台駅。四丁目に、京葉銀行流山支店。五丁目に、流山平和台郵便局。四点五丁目に、近接して、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス流山、セントラルパーク駅がある。東は中、全平井、か、西は流山、南は西平井、北は、 かと接している。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば平和台2丁目5番16の地点で13万8000円平方メートルとなっている。平和不動産による分譲地より平和台とした。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 AB、超定時別、男女別人口、各月1日、流山市、2017年11月28日閲覧。AB、郵便番号、日本郵便、2017年11月28日閲覧。市外局番の一覧、総務省、2017年11月28日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査。 流山市立小学校通学区域地番別。流山市。2017年11月28日閲覧。流山市立中学校通学区域地番別。流山市。2017年11月28日閲覧。ありがとうございます。